皆さんこんにちは、ケンです。本日2本目ですね。張り切っていきましょう。今回もユーザー目線でお届けしたいと思います。あっち向いてで、次に紹介するのがこちら、丸八幸喜さんからもこれも提供いただいてますが、感想正直述べていいということですので、しっかり話していきたいと思います。縦置きスタンドにもなるし、横置きスタンドにもなるやつになります。横置き A01V スペシャルになります。スペシャルっていうついてるやつとついてないやつがあるんですけど、ついてるやつについては横置きができるっていうようなやつですので、はい、今から紹介したいと思います。色はチェレスト選びました。はい、 3T に合うかなと思って今選んでます。ですがトップストーンでいきましょう。どんなんよ。ディアンキユーザーにおすすめです、うん、はい、すごい綺麗よねやっぱり、はい、実物色、そうですね、めちゃくちゃ綺麗です。まあ映えると思ってこれにしたんですけど、さあやっていきましょう。まずは、普段の使い方ですね。こうやって起こしていただいて、ここのくぼみがあるんですけど、ここに乗せていただきます。で、あとはっていう機能です。細かい目線で見ていきましょう。タイヤ側をここに乗せます。はい、上の部分ですね。上の部分はここがこのように動く機構になってます。バネがついててこうやって動く機構になってるんですね。だから、タイヤを押し込むだけになります。で、リムが当たる部分は、まあ、樹脂でできてますのでリムを傷つけにくい素材になってます。で、まあ、今このようにがっちり固定してるわけなんですけど、画角が難しい。画角がなかなかちょっと遠くに置かないと入らないんで、いきますね。で、もうこうやってほら、外れることないし、しかもスペースはあまり取らないんですよね。うん、はい、まあ、室内でもいいし、外でもいいんですけど、すごくおしゃれですよね。うん、はい、スタイリッシュ。スタイリッシュ。じゃあまあ、外出して外すときどうするのって話なんですけど、うん、これをちょっと手前に引きます。手前に置きます、さらに、うん、で、これをこうやってして外す、うん、はめるときは簡単、うん、外すときはここをちょっと押してもらって外す、うん、はい、あんま言えないんですけど、僕口に出せないけど、あの Amazon とかで売ってる安いやつとかも含めそうなんですけど、まあこういうなかなかロック機構ついてるのってないと思うんですよ。ただフックみたいなやつをこう引っ掛けるだけ、うん、なのでたまに車輪が傾いたりして、こういう風にこうやって倒れたりすることがあったんですよ。実際ありました。愛車が倒れたことがありました。でもこれならしっかり、頑丈ですよね。で、しかも、この車輪、持ってる車輪に合わせてサイズを、まあ、高さを調整してください。下の車輪もがっちりこうやって動かないように固定してるし、ここもしっかり固定してるということで、もう安心感が違います。これ、はい、この製品は安心感が違います。そこはまず、あの個人的に使ってみて良かったなっていうところですね。このように横置きができます。以前私の動画で紹介したこの車載もできるっていうスタンドと仕組みはもう一緒ですね。構造もそうですけど一緒な、理論になってます。前輪もしくは後輪をがっちり固定するというタイプで、もう簡単にこう固定できますね。もちろん反対側でも全然こういう風にできます、うん、で、できれば、まあ、ハンドル側を固定した方が個人的にも安定するかなっていう印象です、はい、こっち側の方が安定するかなっていう印象ですね。1本目に紹介した動画は後輪がフリーになる、はい、BB を支える前輪を抑えるタイプだったので後輪フリーになるので、変速調整とかに向いてたと思うんですけど、こっちは回らないので、当然回らないのでそういう変速調整とかはできません。ただできることといったら、まあ、こういったハンドル周りの整備ですね。例えばバーテープ巻きの時でもいいと思いますし、まあ、水なし洗車は当然できます。そういった時に使うにも横置きとしてもいいと思います。はい、でもね、せっかくねこういう縦置きが、うん、おそらくメインで考えられてる設計なので、できればこっち側の使い方の方がスペースも取らないし倒れにくいし、こっちの使い方の方がいいと思います。耐荷重は30キロまで
20インチから29インチの自転車に対応しています。タイヤ幅は82ミリまで対応しています。リムハイトっていうのが非常に重要になってくるんですけど、リムハイトっていうのはここの高さですね。リムの高さを表してるんですけど、リムハイトが高すぎるとリムストッパー内に入らないので、リムハイトは、60ミリ以下のものを使うことを推奨してます。60ミリ以上だとおそらくここが、まあ、かっつきますね。ディープホイールだともう多分これは使えないので、そこは注意が必要ですね。なので60ミリ以上の方は、これは使えないですね。このコスミックは45とかでしたかね、リムハイトは。それでも余裕ですね。45は余裕ですね。あとは、まあ、今回こいつのために選んだ色なんですけど、うん、マットガードついてるけど全然ありますね。やっぱ 3T が合うよね。テレステの部分があるんで、うん、はい、ということで A01V スペシャルの紹介でした。興味がある方は概要欄から商品ページを覗いてみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。